い、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、7日目のもうすぐ夜になりますが、じゃじゃん、フェラルフォードやってきますね。ちょっと、拠点を作りましたので、ご紹介したいと思います。はい、雷のせい。何がかんか苦労して、特に苦労はしてなかったかな。はい。一応ね、迎撃拠点、ここをね、前回制圧したですね、ここを元に、作りました。こんな感じの。まあ、ループ拠点ですね。いつもやってるやつね。うん。坂上がってきたら、ああ、落ちた。できたら、こう柱があって、柱でまあ落とすみたいな感じの、ループ拠点になっております。で、ジャンプしてくるやつがいるかもしれないので、ここにちょっとしたね、このなんか、こんな形のやつが、これね、一応ここまで来ても落ちないんですよ。半ブロックなんでね。落ちないんですけど、まあ、ここから飛ぶやつがいるだろうと。で、飛ぶと後ろに下がる感じになっております。まあ、前にも飛べるんだけどね。小ジャンプすれば。うん。で、一応ですね、ここにミニバイクが置いてありましてですね、ちょっと前に誰かもコメントしてたと思うんですけど、昔ね、1年ぐらい前かな、エキサイタスエクストリームやってた時に私やりましたけど、このバイクのヘッドライトでちょっと辺りを照らしとこうかなという感じでございます。これね、照明代わりね、エキサイタスエクストリームだったと思うけど、1年ぐらい前だと思うけど、こういうね、やってましたけどね、バイク置いてね、車だったっけ、あの時は車だったかもしれないね、車がいっぱい手に入ったんで、車並べて照明代わりにしてましたけど、はい、今回は、余ってるミニバイクを照明代わりにしたいと思います。はい、で一応こんな感じで、壁を作りまして、ここ屋根もつけまして、こんな感じ、ここで一応迎撃するという感じになっておりますね。はい、まあ大丈夫でしょう。まあいけると思うんだけどね、多分ね。うん、でですね、これ見てください。じゃじゃん、じゃじゃん、ほら、AK をね、拾ったんですよ。どこで拾ったかというと、このね、このバイクを設置してたら、ね、この上からさ、めちゃめちゃゾンビが出てきて、なんか上からポトポト落ちてきて、で、しかもここもね、なんかぶち破って、こっからもゾンビが出てきて、汚染ゾンビが、わーってなったんですけど、とりあえず殲滅したんで、登ってみたんですよ、上にね。めちゃめちゃ上には鳥がいたんですけど、まあ、それもなんとかかんとか倒しまして、で、上に登ったらね、AK が落ちてたっていうか、武器バッグの中に入ってました。武器バッグ台の中にね、AK入ってました。はい。品質2だから、モッドがつかないんですけど、これね、1個しかつかないんで、角間がだけつけてあるんですけど、でも今ね、41発も出るんで、なかなかこれメイン武器でいいんじゃないかと、いう感じでございます。はい。で、あとはこのパイプマシンガンと、よいしょ。あとピストルもね、一応拾ったんですけど、ピストルはね、ノーマルなんで、まあ、使わないかな。あ、でね、モロトフを作りました。50発。はい。そんな感じかな。弾はね、量産したんだけど、650発しかないので、まあ、なんとかなるっちゃなんとかなると思う。一応ね、フォートバイスをレゴを一応用意してありますけど、うん。で、ここ1個取れてるのはね、最初ここにバイクを置いてたの。最初ここにバイクを置いて、ここから照らそうとしたんだけど、なんかいまいちだったんで、やめて向こうに行きました。正面にね、逆光で戦おうかなと。はい。ということで、まあ、あと15分くらいか。まあ、じゃあ、やっていきましょうか。こんな感じで、フェラルフォード。はい、よろしくお願いします。はい、始まりましたね。始まりました。さあ、どんな感じなんでしょうか。ちょっと興味ありますけどね。24時間60分設定に今回だけ、今だけね、してあります。で、ゾンビの数は64体設定という感じになっております。ああ、来たね。いや、見えないね、やっぱね、フェラルフォードだと全然。落ちる？ちゃんと。落ちるの？落ちるでしょ？あ、何？スーパーサイヤ人来た。スーパーサイヤ人来たわ。スーパーサイヤ人来るんだ。あ、そうなのね。あー、ちょっとなんか全然見えないな。全然見えないんで、モロトフ投げちゃおうかな。はい。まあ、基本モロトフでしょ。なんか骸骨来てるね。骸骨来てるね。な、叩いてるやついるな。おー、いらっしゃい。ここに乗ったやつだけ撃とうかな。ここに乗ったやつだけ撃つかな。あ、叩いてるやついるね。スーパーサイヤ人がいるんだが。懐かしのスーパーサイヤ人が。下叩いてるやついる。下叩いてるやついるね。なんか、ファンタジーのやつらがいるんだけど。ファンタジーのやつらがいるんだが。下叩いてるやついるね、なんかね。下を叩いてるみたいな。どこ叩いてるんだろう。なんかどっか叩いてるな。叩かないでくれるかな、ちょっと。君たち。
君たち。どこだ、真下にいるのかな。え、違うな。なんか変な鳥がいる。鳥がいるんだが。え、でかいねこの鳥。え、めっちゃでかいねこの鳥。あんなでかい鳥来るんだ。なんか変わったやついる。変わったやつ特にないか。スーパーサイヤ人強いね。あ、汚染するんだあいつ。マジ放射能汚染食らった。あー、そういう感じっすか。それはマジか。鳥来た。鳥じゃない。ガーゴイルみたいなやつがいる。ガーゴイルが来た。あ、こいつが、あ、違うな。こいつが汚染するわけじゃないな。あ、汚染されてる。ダメージ入るのかな。あ、ダメージ入るね。あ、ダメージ入るんだ。へぇー。それは。よいしょ。あ、燃やしても効くのかどうかわからんけどね。効いてんのかな、これ。火炎ダメージ効くの、まあ、スケルトンには効きそうだけどね、火炎ダメージね。スケルトンには効きそうな気がするけど。こいつがラジカルのやつなのかな。ラジカルなのかな。あいつ、あの、スーパーサイヤ人が。こいつかな、汚染されんの。あ、なんか、されなくなったな。あ、また来た。ガーゴイル来た。あ、違う、グリフォンだ。グリフォン来た、グリフォン。なんでそんなファンタジー設定なの。こいつ汚染系じゃないのか。いや、そんないきなり汚染ゾンビとか来るの。いきなり汚染ゾンビとか、ゾンビの実業家、それ違うな。実業家はさっき落ちてた。名前間違えてますよ、ちょっと。道具。左右にこう投げてるところね、これね。どっちも燃えるようにね。はい。どっちからも燃えてください。うん。いや、予想外にいろいろ来るんだね、なんかね。激しいね、予想外に。おー。ほう。レベルアップした。落ちた。あ、まだ来るね。でもなんかだいぶ減ったね。あ、減ったぞ。もう終わりなの？いや、まだ終わらんでしょ。まだ終わらんでしょ。そんなすぐには終わらないでしょ。ね、もうちょっと来てほしいね。ん？だって、わ、なんか、でかい、ドラゴン来た、ドラゴンが来たぞ。ドラゴン勝て、カンカンカンって言ってるけど。え？倒した。ドラゴン硬いんだね。カン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 って言ってるけど。そんな、ドラゴンとか来るんだ。とんでもないね。とんでもないな、なんか、このモッド。いつの間に中性モッドになったんだ。ねえ、いつの間に中性モッドになったの。え、なんか変なやついるね。どっかで見たことあるような、あの、何か、カートしょってるやついるけど。え、これ何、こいつ何、デモリッシャー、カートしょってるやついるけど。カートしょってるぞ、なんか知らんけど。あ、なんかよく見えるようになったから、お前デモリッシャーが、カゴしょってますけど、あいつ爆発すんのかな。ちょっと嫌だな、あいつ。爆発されたら嫌だな。爆発しないでほしいな。デモリッシャーロボはなんか火炎ダメージ効かないんじゃないの。 AK が壊れそうなんだけど。AK がもうすでに壊れそうなんだから。脆いな AK。 壊れんの早い。あ、ちょっとデモリッシャー、こいつ爆発したらやばいんじゃないのか。こいつ爆発したらやばそうな雰囲気が。ねえ、爆発したらやばそうだよね、あいつね。こいつやばそうだね、爆発したら。あ、落ちてった。カートしょってるけど死なねえ。強いあいつ。あ、来た。こいつずっといるじゃないか、お前。ちょっとどこ行った。どっか行ったぞ。カート野郎。おい、
いたいたいた。倒した。あ、倒した倒した。はい、スーパーサイエンジン来ました。レベル48になりました。レベルはバシバシ上がりますね。はい。AK の消耗が激しいな。なんかすぐ壊れるな。あ、じゃあ、とんでもないとこ行っちゃった。この辺狙った方がいいな。あ、犬来たね。犬は入ってくる可能性がなきにしもあらずなんだが。ねえ。一応ここ、まあ1ブロックないから入ってこないか。1ブロックもないからね、隙間がね。犬、ワンと。はい。燃えてる燃えてる。これスコープついてないから残念なんだよね。どこ行くの、お前。あいつがいる。なんだっけ。パラサイト。パラサイトがいる。トウ。パラサイトいるわ。いろんなゾンビ来るね、本当にね。多種多様だね。ドラゴンが一番、ああ、なんかしびれたしびれた。ドラゴンが一番強敵なんじゃないかという気がするな。うん。ドラゴンの死体が吹き飛んでしまったのはちょっと残念だけど。ね、ドラゴンといえばね、死体をいろいろ活用できるんだけどね。素材に。ドラゴンの鱗とかね。ドラゴンの鱗でスケールメールとか作りたいんだけど。ね、中世なら。こいつなんかしびれそう。なんかあんま見たことない敵がいっぱい来るな。ワンコワンコ。こいつはまあよくバニラでもいいですよね。これワイトなの、こいつ。あー、来た来た来た。接近を許した。ワイトに。あー、何よ。そんなとこ乗れんの、お前。取れる。取れた。あー、こんなとこ乗れんの。そんなとこ乗れるんだ。すごい身体能力だね。まあ、燃やしとくか、とりあえず。燃やしといたらこれ乗れないんじゃないか。OK。OK。炎のバリア張っとくか。とりあえず。あー、なんか鳥の声がするな。鳥の声がするけど、鳥だとは限らないからね。世の中ね。この世の中。いる？いた。鳥だった。鳥だったわ、普通に。鳥じゃないから、さっきドラゴン来たのはちょっとびっくりしたね。この世の中ドラゴン飛んでんだ。めちゃくちゃな、設定がめちゃくちゃだな。なんか、ノンポリか。ポリシーないのか。あ、でもなんか終わりそう。あのスケルトンで終わりそう。終わりましたか？一応1時か。終わったっぽいね。ドラゴンの死体ちょっと眺めたかったけどね。すぐ消えちゃったから、眺める暇なかったけど。あー。え？貞子来た？いや、あの、下手なこと終わるまで来ないでしょ。朝になったら来るけどね。ちなみに、なんかあんまいいもの持ってないな。なんか大差も落ちてないね。この赤いのがやっぱいい。赤いのがいいでしょ。あんな遠くで倒れてる。あんな遠くで死んだやついんの、これ赤袋。なんで死んだの、こんな遠いところ。こんな遠くで。こんな遠くで死んだの。ほう。略奪品はまあまあ落ちてるといえば、まあまあ落ちてるかな。うん、あ、本持ってるやつかもいるんだ。へぇ。ちょっと、あの、でかいドラゴンを、何回も言うけど、ドラゴンちょっと近くで見たかったね。見れなかったのが残念だな。ねえ。はい、ということで、終了です、フェラルフォード。はい。あ、上にも落ちてるね。フェラルフォード終了でございます。はい。まあまあ、まあまあ、ゾンビ来たと思うけど。楽勝だったね。まあ、1回目だからね。1回目だからそんなもんか。そんな大したことないよね。うん、はい、ということで、まあ、このまま朝まで待って、また明日から探索の日々に尽力いたしましょうか。はい。ということで。じゃあ、今回この辺にしておきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。